シムンギョンさんの起用についてはですね、私がシムンギョンさんが大好きであるということと、あと、日本で活躍するということで、約撮影の1年前にシムンギョンさんが私の事務所に挨拶に来ていただきまして、でこの映画を企画した時にも他の日本の女優を一切オファーしてません。まさに彼女こそあの役、つまり非常に知的でですね、いくつかの多様的なアイデンティティを持って、そして真実を追求するという役、この役に私はもうすぐに決めました。世に流れてる今日本の女優さんに全部断られて仕方ないからシムンギョンさんに白羽の矢を立てたというのは全くのデマでございます。印象的なシーンです と、彼女が悪夢から、目を覚ますという表現を台本で書いた時に書いたことがありまして、そこをこう涙っていう表現で、要ははっとこうなんていうんですかね、こうドラマっぽく芝居するんじゃなくて、涙っていうもので、夢と現実っていうのをつなげたいっていうのは彼女の、提案です。日本でそのような提案をしてそれを素晴らしく体現できる役者はそれほど多くないと思っています。ラストシーンは、ウンギョンには彼が言った言葉は伝えなかったですね。ただ何か言った、そしてあの表情を見て吉岡ジャーナリストは絶対何か悟るんですよね。でそんな彼女がまた一歩今から戦うぞっていう表情、そういう表情でこの映画を終わらせたいんですっていうことはウンギョンに伝えました。その中でウンギョンがやったお芝居が大きく息を吸って何か伝えようとするっていう、その彼女のラストカットを僕は使ったんですけれども、なんかこれはやっぱり今までこういう映画も作らない、政治っていうものに興味を持たなかった自分たちがなんていうんですかね、次の章を僕たちがそのバトンを受け取るっていう思いをやりたいんですっていう、その言葉ぐらいのディレクションでしたね。